皆さんこんにちは、高取樹です。今日もよろしくお願いします。今回は何だっけ、今、大野里の飲酒問題がちょっとニュースになってて、あれはどういうことなんですか。飲酒問題ね、だからちょっといろんな方に聞いてみたけど、だからこうなんかお相撲さんで19歳の、まあ大野里よりも先入った創生山かな、創生山ってお相撲さんがいて、その子になんかこう、まあ、19歳で酒をこう飲ましてっていう問題なんだけど、無理やり飲ましたとか、やっぱ飲ましてないとか、やっぱ言った言わないとかあるからね、だから一概には言えないけれども、でも聞いた話によるとやっぱりこういじりがひどいんだろうね、多分ね、その子に対してのね。だからいじりってやっぱこれ区別もうどういうふうにつけるかっていうのはいろいろあるけれども、まあ、いじめじゃなくていじりです。いじりってもこればっかりはさ、だってやられた方はさ、ねえ、やった方はいじりかなと思っててもやられた方はもういじめだと思ったらいじめなんですよ。で、まあ、稀勢の里の部屋って1800坪ぐらいあるんだってね。でもうその、まあ、昔みたいにその同じこの部屋の、ね、狭かった同じ部屋の2階が力士の部屋だった、3階が親方の部屋とかそういうふうな形だけど、もう広いからこうねえ、こう他の別個の家に住んでるみたいな形、なかなかこう来る機会がないと。同じ建物に住んでても広すぎるがゆえに、そう広すぎる、じゃ別個の建物、別の家に住んでるから、なかなかやっぱりこう回らないとか、じゃあまあ見れないというか、親方とかおかみさんとかの目がちょっと届きづらい、そういうのはあるんだろうね。だからやっぱりもう本当に永遠のテーマなんだけど、やっぱもう一切合切やっぱり教会がもう全部何でもかんでも追うべきであって、もう悪いことになったらもう相撲協会の個人の部屋の親方の責任にするっていうことは、だもう今回でやっぱもうそういう時代じゃないっていうのはもう嫌というほど分かるよね、そんなの当たり前のごとく、だから今回のいじめはやっぱりこれね、これからこう上がっていく大野里ね、でそれやっぱりこう自分ではこうね、いじりちょっとこういじってとかそういうふうな形なんだろうけど、やっぱりやってる本人はね、そう思っててもやられてる人間はそうは思わないよっていうことだよね。だから前の時もそうだけど、やっぱり入った時やっぱりこう相当やられたら、やっぱりこう自分が関取になったらそういうことはやめようとかね、気持ちになるんだけど、やっぱ急にパンパンと上がっていったら、やっぱ下のやっぱり気持ちはやっぱり分かんないよね、良くないよね、でやっぱりこういろんな話を聞いてると、やっぱりそこにやっぱ真ん中でこういろんなこう中間にこういろんな話してくれるマネージャーさんとかこう背負い人さんとかいて、そこでうまくこう中継役みたいなのしてくれる人があんまりいないのかもしれんね、そこで、部屋は大きいけどね。じゃあいわゆるその宮城の部屋の北西方みたいな、あそこまで陰鬱な感じではないだろう、まあでも分かんないよ、本人は。だって本人がそう思ってなくても相手はだって本当に嫌だったりする可能性もあるしさ、俺の時もそうだもん、やっぱりこうやっぱりさ、自分でさもうそうやって面白がってやってることがさ、相手にとってはものすごい嫌になることって、今思って反省することも多いですよね、いやらしい話ね、まあ
どっか連れて行ったことが、だからあんまり連れて行ったことに対して嫌だったりするやつだっているから、 俺がいいと思って連れて行ったことが実は相手にとってはものすごい、飯食いに行ったら、いや飯食いに行くことはいいことだろうと思ったりすることが、じゃあね、もうそんなもう飯食いに連れてって行くなら俺は静かに家でゆっくりしたいんだってやつだっているじゃない、ね、そういうのはもうだんだん積み重ねてくると嫌になったりもするし、まあ、本当に会社でもあるハラとかありますからね、うんうん、だからやっぱもうそういうのはもうそういうのもあるから、もうだからもうね、もう大の里にしたらやっぱりもうそんな大したことなくても本人はものすごいこう苦痛なのかもしれないしね、でもそれって何て言うんだろう、うん、それを警戒しすぎると、うん、交流って全くできないです、うん、だからそういうふうになるんじゃないの、もうそういうふうな、うん、だからもうそんなの気にしないでって言ったらもう相撲協会ね、うん、いいんだろうけど、そうしたら終わってしまうだろうし。でも実際その事件、うん、事件というか、うん、が去年の9月ぐらいの話を、うん、なんで今こんなになってるのかなっていう。そうだよね、それはだからやっぱ俺からしてみれば、だからね、そういうそのいじめ問題で、ね、早く言った方がもう、ね、こう週刊誌にポンって出されて、で後で言うよりも、うん、だからそのあらかじめもう週刊誌で出そうだったから先にこう相談して言うとかね、不公平もいいとこだよね、まあ、そのあんまり俺白鵬も好きじゃないけど、でもちょっとかわいそうだよね白鵬がね、うん、だって新弟子っていうか自分の弟子がだってそうやって群れりだからね、こう群れり酒飲ましてて、だからあなんか酒の席で酒飲ましたのかなとか思ってたらなんか違くて、風呂場でこう酒飲ましてたとかね、より周りが必要にしたってことですか、うんうん、でゲラゲラ笑ってるとか、もうやっぱそこはね、やっぱ大野さんと反省しなきゃ、まあ、お前こう急に上がってるからやっぱ勘違いしてね、そういうことしないでもう反省して、もうそういうことはもうやっぱりこういじってるのといじめてるのは違うよってこと、本人はねいじってるぐらいにしか思ってないけど、やられてる方はもう嫌なんだったらもうそういうのはもうやめとけ、本当にやめとかないとやっぱり恨まれる。なんとなく本当にイメージですけど、うん、今の若い子って、うん、そういうボーダーがあまりこううまくないような気がするんですけど、うん、まあ、昔だと本当にそういう、まあ、いじめっ子じゃないですけど、うん、だから一人、じゃあ石井君が坊主で、おい坊主だなとか、頭ポンポンポンとか言って毎日小坊主とか言ってポンポン叩いてさ、それがなんか可愛げがあっておーとか言って小坊主来たかとかポンって言って小塚やったりとかね、そういうのはまあその石井君にしたら小塚にもらえたから嬉しいみたいなとか、そうそうコミュニケーションだけど、今はもうそれがいじめになるんだよね。そうですよね、いやそこ触られたくないんですけど、そうそう、もうそんな、なんだ、もう毎日毎日頭叩かれたくないんだよねとかっていう感じだよね。ここでは小塚にもらったことは忘れてね、あとはもうだからそうやってこうあえて週刊新潮にバーって出される前にこうもうパパとやったと、うん、もうそういうふうにしか見えないよね。だからもうそうじゃなくて、もう何もかも何でもかんでも公平にやれって、こいつは俺の息のかかったやつだからちょっとこう手心加えようとかね、もうそういうことはしないで全部もうもう誰かしら同じようにやれよって、頼むからって、うん、それが言いたいね。もうだから、うん、その大の里はね、もうやっぱりこうこれからの力士でね、俺も
やっぱもう八百長なしでここまで来て頑張っている相撲取りだけれども、それはだからやっぱマイナスイメージになるから、やっぱもう若い人はやっぱ大事にする、可愛がる、うん、ちょうどいいんじゃないのそれで。だからもう根本的にも付き人制度があるってこと自体がもういじめの元凶だよね。おいとか言って付き人で、こう付き人っていうのはだからこう用事を全部やらせてたりする、こう洗濯しとけとか掃除しとけと、これ付き人の仕事だからね。そんなのだって今のこのご時世じゃもう付き人制度なんかも正直あっちゃダメだよね。本来の意味合いとしては付き人制度、付き人っていうのは本来の制度っていうのはね、もう関取氏に胸出してもらったから、もうこれ感謝の気持ちで、俺はお金がないけれどもね、背中流したりもうね、こうちゃんこの手伝い、ちゃんこ食べる時に給仕させたり、もうこう稽古をつけてもらったお礼にありがとうございますっていうような気持ちだから、うん、それをもうまず忘れないで、だからそういうことの意味合いの付き人で、付き人っていうのはなんか駒使いとして勘違いしてないか、お前たちはっていうこと、うん、ただそれだけ。大野さんとお前付き人ってお前ね、駒使いだと思って勘違いしてんなら、お前大きな間違いだよって、お前みたいな、お前入ってまだ前関取になって、もう付き人も仕事もしてなくて、もうむちゃくちゃ朝から晩までこき使われたことないような人間がね、そういうことを当たり前のように使ったら、まあこれ罰当たるよって、それだけ気をつけてくれればもうね、本来だからこれからもっともっと伸びるような相撲取りが、ね、勘違いしないようになるから、そこのところはちゃんともう岸野さんともちゃんと教えなきゃ、そこはね、うん、絶対そう思う、うん、そういうことかな、俺はそれが言いたい、うん、それだけ、うん、ありがとうございました。